とろてっちゃんです。焼肉ひだやの楽しみ方。ひだや名物。もうなんか普通に飲みに食べに来たみたいなね感じで。ゆるくやろうかなと今日は思います。ホラービール、なんかうーん結構なんか見やすくない？なんか見やすいよね、まあ、ライバルっていうかね、いっぱい焼肉屋さんも増えたから見やすい、選びやすいみたいな、こんな感じです。昔なかった気がする。よく頼まれるタン、こちらになりますね。あー、こちらですね。なんかうちが習ったのはこっちから下の形になってるんですよ、うん、こっちが下先、うん、でこっち根元、こっちが根元でこっちが下奥なんです、うん、さっきわさび取っときます。お願いします。でも崩して大丈夫ですか？どうぞ、お願いします。わさび、めっちゃ美味しい。ね、わさび合うよね。うん、めっちゃ合う。生キムチ。知らない、この人いたら知らない、今言われてる。プルコギカルビ、 ありがとうございます。はい、これ僕らがよかったらお焼きするんで。はい、わかりました。じゃあお願いします。また焼くとき声かけてもらいます。はい、ありがとうございます。うまっ。これサラダですね。
あ、ほんまやね。うん。シャキシャキで。なんか肉と合う、あれやね、ちょっと、甘めいうかね、甘めで。なんか、めちゃめちゃ辛いってわけじゃなくて。思いますね。うん。さっぱりして、意外に。うん。こちらがウニ崩し。これがウニ崩しですね。なんかちょっとこだわりみたいになってるんですか？こだわりは、もう新鮮な、その日仕入れたばっかのイクラとウニ。はい。と、今日カットした、こちらのブリスケ、お肉。すごい贅沢な内容になってます。これはやばいんじゃないですか、すごい。なんか贅沢。先ほどね、なんかわさびも。うん、宝箱とか言ってます。ね、わさびついてる。最高の情報量多すぎて。味覚がついてこない。お肉がなんかすごいプルンプルンな、すごいプルンプルンですね。先にいただいていいですか？あ、本当ですか。全然なんか違うな、なんか今まで見た。確かに、うん、まあ、結構ね、プルンプルンよか。いただきます。いや、素人じゃ焼けないですね、うん、あ、美味しい。これで、ね、すごいなんか溶けるみたいな感じ。じゃあ、うん、どうですか？ちょっと大人な感じ。なんかいいっすよ。これは2個もついたニンニクが。うん、までしょ、なんかその口に残らないお肉っていうか、もう全然油しつこくないですね。ね、しかし油めっちゃしつこい、ちょっとしつこい系なのかなと思ったけど、なんか油身もね結構甘くて、それがなんか旨味に変わるような、ね、感じで、めっちゃうまい。ニンニクが全然邪魔にならないと。ね、ちょうどいいバランス、ね、めっちゃでっかいの持っちゃった。こっちが単品の和牛プルコギカルビなんですよ、はい、で、ご飯セットになったらオンザライスっていう。あ、いいですね。オンザライスを取る方が確かにいいですよね。オンザライスいいですね、はい、ちょっとオンザライス、オンザライス風でいきます、はい、それぞれの店舗でみたいな、企画会議がなんかめっちゃやってたイメージ。じゃあもう本当に秋が来ないよ、お店作りみたいな。確かに焼肉屋さんもすごい増えて、どこにしようかってなってね。そうですね。じゃあそのこの鍵屋の店長の森くんの紹介でバイトで入ったんですよ。あ、そうなんだ。大学生だったね。そっから5年、6年前
5年前ですか。そのまかないから生まれた商品とかも中にはあるってこと。でもなんか柳町で一回常連様でなんか、なんかセセリチーズみたいな、うん、まあそこから商品化したのもありましたよね。あ、そうそうそう、そうそうそう、あ、じゃあ、あ、1個あります。あ、中にはあるってことですか。常連様がこういうのやってほしいっていうので、社長が特別に、社長が特別にやってた料理があったんです。今あるかちょっと分かんないですけど。あ、もうない、ないですよね。でもあ、こんですか。あ、ありますあります。それが商品化しよう。その常連の方がリクエストで言ったものが製品化され、商品化されたってことですか。あ、そうなんですね。美味しそう。じゃあ、いいですか。はい、お願いします。OK です。はい、まあ、そうか、完成です。結構弾力かな。アキラはまだ半分弱い。うん、確かに。岡山で有名なキニラを使った、あの岡山のキニラ大使が作ったキニラを使った。ああ、そうなんですね、やっぱり。これがもうこのセットみたいな、セットっていうかな。あ、いや、これが写真表にちょっと持ったんですけど、一つ、まあ、そう、あの、1個からっていう感じで販売で、キニラロース、はい、1個からってことですか。あ、1個から。あ、なるほど。中に刻んだネギを入れて、はい、黒毛和牛のサーロインで巻いてるっていうのが進んで、キニラロースです。何につけて食べるのが一番。赤の味噌だれにしっかりつけて食べたら、おっ、うまっ。これはこれはとろてっちゃんです。めっちゃ長いですね。初めて見たんですけど、こんな長いの。普通はなんか切ってある。あ、もう切ってあります。はい、やっぱ焼いたら縮んでくるんで。まあでも本当にちょうどいい感じにね、ね、収まってくれて。これはどう、何で食べるのがいい。僕はもう塩と
わさび。うわー、うまそう。はい。あ、うまっ。非常になんかいろんなバリエーションのね、お肉あったりとかメニューあったりで非常に美味しかったです。でなんか宣伝というか、なんか一言二言あればお願いします。はい、わかりました。僕たち、焼肉ひだやは、お客様に、笑顔を届けて、僕たち自身も笑顔になってもう楽しいひとときを、お客様に届けるために毎日営業してます。で、今元気に働けて大きな声が出る、そんな人材をめちゃめちゃ募集してます。はい、ぜひ、応募はこちらまで。応募はインスタグラムで大丈夫ですか？あ、インスタグラムで、はい、お店の電話でも大丈夫です。わかりました。はい、はい、じゃあ詳しくは概要欄とかこの辺に、ね、載せてますので。あ、お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、また引き続き何かあれば全然連絡ください。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。